皆さんこんにちは。五問クイズです。今回は左右の画像で異なる箇所が3つある難しい間違い探しです。制限時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてください。それでは早速始めましょう。1問目です。ゴルフ場でしょうか。池がありますね。さあ、違うところを3箇所探してみてください。答え合わせです。まず一つ目は手前の木の葉の付き方が違いました。二つ目は対岸の橋が消えていました。そして三つ目は対岸の木の影が違いました。2問目です。懐石料理の画像です。美味しそうなお刺身がありますね。3箇所違うところを探してください。答え合わせです。まず一つ目は小鉢の白い食べ物が消えていました。二つ目は端髪の長さが違いました。そして三つ目はイクラの量が違いました。3問目です。ローカル電車の画像です。3箇所違うところを探してください。
ークです。まず一つ目は、天井にある尖ったものが消えていました。二つ目は、先頭のオレンジ色の部分が違いました。そして三つ目は、ホームについている数字の3が消えていました。4問目です。陶芸の画像です。3箇所違うところを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、はかりの針が消えていました。二つ目は、割り針の横にあるここの丸い粘土が消えていました。そして三つ目は、ここの木の棒が消えていました。最終問題です。懐石料理の小皿の画像です。3箇所違うところを探してください。答え合わせです。一つ目は、ここの葉っぱの大きさが違いました。二つ目は、お皿の手前の模様の位置が違いました。そして三つ目は、キュウリの皮の剥き方が違いました。
以上で問題は終了です。いかがでしたか？3箇所を90秒で全部探し当てるのは難しいですよね。他の動画の問題にも挑戦してみてください。コメントや高評価をお待ちしていますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。